天使の休息、工藤静香、足首のヘビタトゥーチラリヒロビロフ、木村拓也の自宅庭でのあぐら座り姿に反響。歌手の工藤静香、54、が22日までにインスタグラムを更新。自宅の庭でゆったりとくつろぐ姿を公開した。この日、工藤は、久しぶりにしっかり呼吸が整えられたかは夕方よりはいないですが、蚊に刺されるのは覚悟だな。 この時期のこの時間が一番気持ちが良いのですとつづり、庭の一角に腰を下ろしてティータイムを楽しむ動画をアップ。動画の彼女は紫のカットソーにグレーのジャージを合わせた家着スタイルとなっており、時にはあぐら座りをするなど完全にリラックスモード。また、素足ということもあって、右足首に刻まれた蛇の尻尾ようなタトゥーがちらりと確認できる。このタトゥーの全貌は絡み合う2匹の蛇の姿となっており、 夫の木村拓哉さん、51、とお揃いのペアタトゥーではないか、とも言われていますね。工藤さんは過去にも何度か足首があらわになった全身ショットなどを投稿していることから、一部のファンの間ではすでによく知られているようですが、不意に見えると思わずドキッとしてしまいますよね。かつてのアイドル時代はもちろん、今もなおトップアーティストとして多くのファンを魅了する工藤さんだけに、こうした貴重なオフの様子がうかがえる投稿に対しては、 天使の休息、しーちゃんのオフタイムほっこりします。いつものキラキラ静か用も好きだけど、個人的薄化粧の静か様大好きです、といった喜びの声が寄せられるのも納得です。女性史ライター。動画では、酸っぱいと思うけどね、とおもむろに自家栽培のイチゴをもぎ取り、パクリと口に放り込むなど、飾らない姿を披露している工藤。また、新緑が生意茂る広々とした庭の様子もファンの関心を誘ったようで、 お庭素敵見学したいをびっくりマーク。ーちゃんの家自然の中でリフレッシュできていいですね、季節ごとの静か亭の全体フォトみたいな、といったリクエストも相次いでいる。ここ数年は毎年全国ツアーを行うなど、歌手として精力的な活動を続けている工藤。自宅で過ごすつの間のリラックスタイムがパワーの原動力になっているのかもしれない。